100万ドルの共演は1963年10月17日から1966年10月13日まで日本テレビ系列局で放送されていた日本テレビ制作の歌謡番組である。日本のレギュラー歌謡番組では初の1時間編成を行った番組で当時は珍しかったカラー放送を初回から行っていた。番組は 各レコード会社の人気歌手を一堂に集め、カラー化と同時に番組をデラックス化しようとして企画された。ところが企画段階で日本音楽事業者協会がたくさんの人気歌手を公開ホールで見せられたのでは、歌手の地方公演に客が入らなくなると日本テレビに抗議してきた。そこで日本テレビは番組に新人コーナーを設け、 各社の新人歌手を持ち回りで出演させることで音辞況を納得させた。これは当時のテレビの威力を物語るエピソードであった。いずれも日本標準時、20時21時26分にプロ野球ナイター中継が行われる日には放送を休止。当初は全少年事業団の単独提供で放送されていたが半年後にハウス食品工業と産業の2社提供となった。 86分に拡大してからは、PT 番組となり、この間は特定のスポンサーを置いていなかった。再び56分に縮小してからは、トーレと、内外編み物とアデカの三者提供で放送されていた。1964年12月31日には、放送時間を19時30分20時56分に、拡大しての大晦日スペシャル、さよなら6400万ドルの共演を放送。 この回の出演歌手は、村田秀夫、エリチエミ、春ス八郎、西田幸子、和田博人とマヒナスターズ、新川二郎、ア畠山緑、三橋道也、三空ひばり、橋幸男、南春夫、青山和子。ありがとうございます。